はい、皆さんこんにちは、村カジライブです。始まりました。今日ご紹介は PSBBQ と東次郎さんとコラボさせてもらったパン切り包丁を使って、まあ、安くて切れ味の悪い包丁と、まあ、いい包丁を使ってパンを切ったら、まあ、どう切れ味が違うのかっていうのを配信させていただきたいと思います。で、今日使わせていただくのが、まあ、フルーツサンド作るんですけど、さきもとベーカリーさんって言って、全国に38店舗お店構えてる高級食パンの専門店のお店なんですけど、そこのパンを今回紹介させていただければと思います。で、さきもとさんの、パン、食パンだと2種類ありまして、極美ナチュラル食パンと、あと極生北海道ミルクバター食パンっていう2種類のパンがあります。ベーシックなやつがこちらなんですけど、まあ、卵、乳製品を使用してないので、まあ、しっとりもちもちしながらどんな食材とも合わせやすく、結構シンプルでヘルシーな食パンになっています。で、もう一個が、極生北海道ミルク食パン、ミルクバターですね、すみません。こちらの、食パンはこれも卵不使用です。で、北海道産の、牛乳と生クリーム、バター、蜂蜜がたっぷり入った食パンになっているので、本当甘い、耳まで本当ふわふわなんで、いくらでもいけちゃう食パンになってます。私結構本当大ファンでよく買わせていただくんですけど、とこのパンを、まあ、使用させていただきます。で、すごく酒元さんですごく素敵だなと思ったのが、このパッケージ4枚切りが、1枚ずつ入ってる小袋に入ってるパンなんですけど、持ち運びしやすいし、あと2斤で販売してるので、まずちょっと味確かめたいなとかっていう方には、味比べできるぐらいの大きさになってるんで、こちらも使用しやすいです。ランチとかにもね、持ってきやすいんで、こちらもおすすめです。で、ジャムとかもいろんな種類あるんで、もし気になる方はホームページとか、オンラインショップでも、さきもとさんの食パンとかジャムとか、あとコーヒーですね、さきもとコーヒーっていうのもお出ししてるみたいなので、見ていただければと思います。じゃあとりあえず、まあ、切ってきます。さきもとさんのパンがすんごい柔らかいので、いい包丁だとどの切れ味になってるか、で、悪い包丁だと柔らかいパンどんなになるか、ちょっと確かめていきます。じゃあまず見えるかな、いきます。切れないっすよね。で、やばくないですか、このボロボロパンがもったいない。はい、見て分かる通り、パンがかわいそうな状態になってます。え、もう一個いきます。じゃあもう一個も行ってみます。かわいそうに、はい、こんな感じで、いやー、これはやだやだ、かわいそう、あー、ダメだね。はい、もうちょっと酒元さん申し訳ございませんが、本当こんな感じで、やっぱりいい包丁、ね、パン切り包丁じゃないと、もう本当こんなね、素敵なパンが台無しになっちゃうんで、まあ、こちらですね、弊社の東次郎と TSBB というパン切り包丁切ってきます。こんな柔らかいパンでも見てください、これやばくないですか、断面がすごい、やばいね。え、わか全然違う、わかりますこれね、でもこんな感じになるっていうところを、はい、
ご理解いただければと思います。じゃあこれをいっぱい切ってフルーツサンド作ってきます。お楽しみに。はい、じゃあ出来上がりましたんで切っていきたいと思います。さあどうなりますでしょうか。はい、では、まあ、切りにくい包丁、半切り包丁使って切っていきます。最悪。切れないことないですけど、まあですよね。ダメはちゃんと切れましたけど、潰れます。でパンもずれちゃいます。最悪や。はい、ではじゃあ ESBBQ と東次郎の包丁使って切っていきます。5本だけたっぷりです。では、いい包丁でいきます。ストレスない。ストレスない。やばい、すごい、あ、すごい、あ、綺麗。見えます、これ。やばくない。やばいしか出ない。すごい、もう潰れることなく、クリームも潰れることなく、やっぱ切れるんで、やっぱいい包丁はいいっていうのが多分お分かりいただけたかと思います。はい、いい包丁で切ったやつといい包丁じゃないやつで切ったやつ、もうどう見ても全然違いますね。明らか違いますね、うん、はい、っていう感じで多分分かっていただけたかと思うので、はい。で、崎本さんのパンも本当こうスライスすると本当柔らかいんで、くっついてこうダメな包丁だとよれてしまったりとかしちゃうんですけど、やっぱいい包丁を使うとこの柔らかいパンでも綺麗にサンドが作ることができるし、切ることができるっていう感じですね。崎本さんは、新潟県には2店舗ご用意ありますので、ぜひ、はい、近くの方は美味しいパンですので、はい、ご賞味いただければと思います。もちもちで柔らかいですし、あとね、忘れちゃいけないのがこちらなんですけど、東次郎と TSBBQ の包丁ですね。こちらも本当鋼を使用してるんで、どんなに切りにくい食べ物でもこちらは綺麗に切れるっていう包丁になってます。本当パンは綺麗に切れるっていうのを見ていただいたと思うので、はい、ぜひ気になる方はご使用いただければと思います。今後ですね、皆さんと一緒に、ライブ配信で、トークライブみたいな感じで新商品のなんか提案とか意見交換できればなっていう企画も計画しておりますので、ぜひ皆さんにご参加いただければと思います。じゃあ今日の村カジライブは以上です。ここまでで終わりです。ではまた次回。ありがとうございました。ありがとうございました。